南側の駅前を走りました。今日はこちらです。さあ行ってみましょう。いやー、随分変わりましたね。初めて来たのが50年前かな、1970年ぐらいでございますからね。その頃はこの辺はね、何にもなかったな。なんかね、いろんな雑草林がいっぱいあったような気がするんだけど、随分変わったんですね。お、ワンちゃんが走ってるぞ。あんなビルも全くなかったんでね、スインビルは、スインビルが、まだ大阪勤めた時にできたぐらいやったかな。そんなんですわ。こう来てね、この辺に噴水だったんですよ、昔はね。噴水は今ないか。すぐ変わりましたからね。遊具か、遊具があって。あ、噴水か、それ。噴水でもなさそうやね。いやー、全く変わってもだ。ローソンまであるのかいね。はいはい、ローソンまであります、あそこにね。あら、昔の見えたるいからね、ちょっとわからんね、これ。これどうやら、これ歩いてるかね。車来へんやろな。まあ、公園の中ではあるんだけどね。いやー、ちょっとね、わからんな。昔階段を登って上がった記憶なんかあるんだけどね。あれかもしれんな。あれやわ。もう変わってしまって。まあ、何年か前来た時よりももう変わってます。こんなもん何にもなかったな、これ。これ何にもなかったんやわ、これ。はい。いやー、変わったね。これでちょっと大阪城の紅葉みたいなけど、どこやろ、紅葉は。西の丸庭園、帰ってないな、これじゃ紅葉がどこじゃな。ああ、西の丸庭園ね。あの西の丸庭園はね、桜の時期にはね、花見やってね、会社で宴会やってたね、記憶なんか残ってるわ。これが面白そうやな、これ上がってみようか。どこ行くんやろね。これ鮮明に覚えとんねんね、昭和48年から50年ぐらい間やけど。この階段だけ覚えてますわ。はい、ほら。はいはい、どうした？前に来ると歩けないんですけど。ねえ、歩かれんがね。はい。ちょっと避けてや、歩くから。はい、ごめんごめん。パトがね、前に来てね、当選もしてますわ。はい、これ間違いなく覚えてますわ、これ。だから50年前からあるっていうの、これはね。50年前か50何年前かわからんけどね、あるんですこれ。お、なんて書いてある、大阪城音楽堂。はいはい、それは知らなんだね。ほら、初めて。あ、ここに書いてあったよ、ここに。はい、書いてありました。大阪城できてもう450年ぐらいなんのかね。はい、この階段はもうよく覚えてますわ。二段階段やもんね。はい、間違いない。これ何ですか？もうパークセンターがあるんだ。大阪城90周年記念。ということは、これはその昭和の時代が変わってないはずやね、これ。あら、あんた何してんの、そんなとこで。なあ。なんか食べてたんやろ。あ、落とした。どうしたんかい。あら、何も入ってへんやんか。なあ。おうおう、何も入ってないよ。おお。カラだ。カラね、食べてる。私はあれ、なんか入ってると思っていたんでしょうね。入ってへんから。ねえ。何も入ってへん。え？何も入ってへん。何入ってない。匂いする。ああ、そういうことね。あれ、持って。匂いがするな。弁当箱入れてた。弁当箱でも持ってきます。弁当箱な。はい。入れてたの、箱に。はい。捨てたから。ほったら、端くって、端くって。端くって。悪いやっちゃね。弁当箱捨てたの、これ。パン、あれから。もう、こんなこと捨てるけん持って。あれ積んどったら。はい。目、行きよったけどね。なんもないから、待って。ああ、置いてた。
いつもあるの、屋根で食べて。あの日上がって。屋根で食べて、掘ってさ。ああ。どんどん、これじゃあ住まいどこあるの？これとか掃除せん。え？これとか掃除せん。こう？掃除せない、これとか。この人が？ああ、このゴミをね。あんなこと言ったら。ああ、上もな。はいはい。ゴミせんな、ゴミに掘ったらあかんのね。だから逆に頭がいいんですな。頭がな。あれもしこい。なあ。すんまへん。お父さん、ここ、あの、お父さん自転車？え？自転車？うん。色々できてるしね。これね、はあ、向こうにずっと行ったらね、はあ、そこの今言う、なんか吉本興業がなんか、ああ、何あれ？何あれ？劇場？なんか劇場できるんですか？劇場できてるんですよ、2つ。もうできてるんですか？できてる。ほんと、それも見らないからね。それと、その向こうに行ったら、はあ、今言う、あの、見えてるね、はいはいはい、あっち行ったら、はい、あの、食堂とか、はい、あのレストランとか行ったりする、はいはい、そんなのあるんですか。あの YouTube、 えらいすんまへん、ありがとう。ちょっと一回残ってもらっていきますわ、はい、お気に入り。はい、これがね、50年前の階段でございます。一回登ってみましょう。これ間違いないらしい、50年前とね。今ちょっとお聞きしたんだけどね、それとね、もうちょっと北に行ったら、どっちやろう、こっちから言うと東かな。いやー、北やな。北に行ったところにもね、もっと短い幅が少ないのがね、あるらしいんやけど、いや、これだもんやけど、見ましょうね。もうだ、もう息切れしてるわ。どうだ。いや、これ雰囲気違うわ。これじゃないのかもしれんね、これ。いや、違うわ。雰囲気ちょっと違うね。変わって、いや、違いましたわ。これ、下から降りてもう一回上がりますか。面倒くさいだ。じゃあ、こっち行こう。ここ行けそうやろ。カラス鳴いてるね。どこだカラスは。見えんだ。ただいまの気温11度やったけど、10度ぐらいか今。風があるとちょっと冷たいね。どうやったかな、50年前。ここに歩いてるけど、こんな大きい大きかったかね。なんか記憶ないんやけど。この階段のことをおっしゃったのかな。これじゃない。やっぱ先の階段やな。この階段がその階段っていうことならば、やっちゃうね。ちょっと感覚が分からへんねんけど、もみじがどこにあるんだろうね。すまへん。あれ、もみじ見当たらへん、もみじが。これもみじ。どこですか？この向こう。この向こうですか、うん、すみません、ありがとう。この向こうがもみじ園だ、そうです。なんも聞いてないやけどね、お父さん怒ってたね。向こう向こう言うて。全然何も聞いてなかったんやけどね。あ、この階段じゃないですわ。これは違いますわ。さっきの階段やわ。こんな狭くなかったんでね。だから間違いないでございます。そしたらもみじ園ちょっと、歩いてみましょう。すごいカラスやね、ここ。カラスだらけやぞ。もみじ園。ここはもみじ園ですか。あらー。まだ木々さんが。まだ10年ぐらい経ってないぞ、これ。もうちょっと時間かかりますね、もみじ園。ちょうど逆光でございますね。全く見えないね。お、桜が咲いてんのか。すごい。桜ですね。これ桜ですか、これ。早いやつですね。あ、早咲きの。いやー、古いだけか思って。早咲きの桜です。綺麗やね。古いだけでしょうか。あと10年ぐらいすると、もう木が大きくなって綺麗になるんやけどね。まだちょっと、
木が小さいでございます。で色がね、どう言ったらいいんだろうね色が真っ赤じゃないんだよね、茶色だよね。これまだ真っ赤になるんかね、これ。あ、赤くなってる、赤くなんねえよこれ。気温が高いからな、近頃な。三三五はいらっしゃるんやけどね。もみじ、わしのイメージは日本の道路を挟んでちょっと大木がいっぱいあるんじゃないかと思ってきたんだけどね、ちょっと思ったように違いましたね。あと10年ぐらいかかりますよこれ。あら、これ枯れたかな、枯れてもないか。ちょっともみじ、思ったようなもみじとちょっと違いましたけどね残念でしたけどねはい、ここで終わりでございます。これはね、もうこれやね、これは見えてきました。あんまり大阪城詳しくないんでね、何百人来られるんやね、天守閣ぐらいしか分からんです。大手門前あたり以前はパーキングあったんやけどね、今パーキングなくなっとるんで全然ダメですわ。全然違うとこ通りとんでね、こんなぐらいやったら忍者登りますよ、あれね。武者返しになってないから。どこやった、熊本城か、武者返し。あるいは上に行ったらね、ちょっと上部がね、ここがね、この辺がね、もっとこうせり上がってますけどね、水蒸気はね、これね。いやー、いいねこれ。一番上の牛にあれ外れたんかね、あれ外したんかね。いつ来たんかね、2018年かな。ものすごい方、お城の中ね、入り口からすごい声がすんねんけど、悲しいかな、外国人ばっかりでした。日本人おらんがなって言わし、叫んだぐらいだからびっくりしました。ほんで次行ったのが去年やったかな、ちょっとはっきり覚えてないんやけど、ガラガラでしたわ。元はこういうところの門があったんだろうけどね、これ。これどうや、これ歩いていってんか、よく。車来へんやろな。あら、大きな石がいっぱい積んでありますよ、これ。ね、あれが、鉄砲のところですか、ほら。そんな時代だったんですよね。おお、ここや。ここが天守閣や。ここ歩いたかな、記憶はちょっと違うな。前回来たのとちょっと違うんだけど。もうだいぶ近くなってきましたね。ほら、城に通勤しなさいと言ったら大変やぞ、城から城外から出てくる、上に登場するのね、大変でございますよ、これ。歩いて30分もかかるね、これ。今日は紅葉のね、紅葉を見に来たんだけどね、さっき見た紅葉の紅葉ではどうもね、物足らんので、本丸は上がってみましょうかね、もうここまで来たら。あれが陸軍かなんかのね、建物やった、昔ね、戦前か。ということは、ここから左行った方がいいかな、どうかな。
左の方が遠いかな。あっこやろ。右からも行けんねんけど。あの大きな石を見たいんだけど、どこあんだよな、あの大きな石は。あら、すごい石を使ってるぞ、これ、これ。きれいにね、もう磨いてあるよ、あれ。ほら、ほら、きれいだ、これ。なかなかよろしいな、この石、これ。石垣。せやけど、不揃いの石もうまいとこ組んでるね。はい、こっちですよ、こっち。ここからずっと以前はね、生えてましたわ。間違ってるか、これ。いやいや、こっちやな。間違ってないんです。ほんで、ここにあの駐車場があったんです、昔はね。うん、これこれ、あの石がね、石がね。人が多い場所を避けていただき、ね、これ正面にね、天守閣が見えるはずだけど、お見える見える、間違いない、ここや。ご利用を見合わせていただくなど、密集場所や密集場面を見られないと、夜に暗いところにね、電気がポツポツついてますね、電灯がね、記憶ありますわ。これ右に曲がってて感じやったかな。何遍も来てんだけどね、ここ。